はいどうもなぎです。だけで今回の動画はタルタリアとフータの復刻が決定したので、どっちのキャラがどんな人におすすめなのかについて解説していきたいと思います。最初はこの二人のキャラの特徴から順番に解説していきましょう。まずはタルタリア。このキャラは水元素の弓キャラで、元素スキル発動中に近くの敵に対して火力が出せる近接アタッカーです。主な特徴としては他のアタッカーよりも対雑魚敵に特化した性能となっています。比べてフータは炎元素の槍キャラで、タルタリアと似たように元素スキル発動で火力が出せる近接アタッカーです。ただしタルタリアよりも基本的な火力は高く、その反面発動時に HP が減る自傷効果を持っていて、元の HP が高めとはいえ普通に使っていると死にやすい、耐久面で不安のあるキャラクターです。まあこの二人元素スキルも似ているんですが、元素爆発に関してもお互い発動と同時に大ダメージを与える単発高火力系元素爆発と割と共通点が多いです。はい、それでは次はこの二人の長所と短所についても見ていきましょう。まずタルタリアの長所は、先ほども言った通り対雑魚敵における殲滅力の高さが星5キャラの中でも頭一つ抜けて優秀です。簡単に言ってしまうと、タルタリアが元素スキル発動中の攻撃で敵を倒した場合、その周辺の敵に対して範囲ダメージを与えるという特殊効果を持っているので、敵の数が多ければ多いほど連続でダメージを与えることができます。ガズ元素キャラなんかで敵を一箇所に集めてからのタルタリアの攻撃は非常に強力なので、スクロースやカズハを持っている人には特におすすめのアタッカーです。他にもタルタリアの代表的な長所として、おまけ固有テンプの武芸マスターが強い、数少ない水元素アタッカー、長身男キャラで移動が早い、星4武器の急増と相性抜群などがあります。逆に短所としては、複数の敵に強い反面、単体の火力で見ると他のアタッカーキャラに比べて少し控えめな火力になっている点や、元素スキル発動の効果時間が長い反面クールタイムも結構長いという短所があります。この単体火力やクールタイムの長さなんかの短所は、ダブルアタッカー構成やバフ持ちのサポートキャラなどパーティー編成でうまくカバーしてあげましょう。はい、それでは続いてはフータオの長所と短所についてですね。まずフータオの長所は、なんといってもその火力の高さ。元素スキル発動に自傷効果という明確なデメリット効果があるので、その分火力に関しては全アタッカーの中でもトップクラスの強さを持っています。特にモチーフ武器のゴマの杖を持たせた時の火力はとんでもないことになるので、武器ガチャを引ける人はフータを復刻の時にゴマの杖を1本は確保しておくことをお勧めします。逆にフータの短所としては、やっぱりその耐久面の脆さですね。頻繁に使う元素スキルに自傷効果があるため、どうしてもシールドキャラや回復キャラがしっかりと育成できてないと割とすぐに死んでしまいます。逆に言うと、回復キャラとかシールドキャラがしっかりと育成できてさえいれば、このデメリットをほとんど気にせずにフータを使うことができるため、耐久面のカバーさえできていればゴマの杖フータは間違いなく最強クラスのアタッカーと言えます。だしもう一つフータの弱点というか短所として、フータには星音武器で相性の良い武器が少なく、例えば代表的な田中槍なんかは期待値こそ高いものの、パーティーに行く秋が必須だったり、敵によっては火力が安定しないという弱点があったり、他の候補として有名な気候武器も手に入れるには少し課金が必要と、相性の良い武器に癖があり、ちょっと無課金の人にはおすすめしづらいという短所があります。ただしやっぱりフータオの純粋な火力で見た時の性能の高さは星5アタッカーの中でもトップクラスなので、こういった短所を覆せる魅力を持っているキャラクターです。はい、ということでタルタリアとフータオをおすすめする人の特徴としては、まずタルタリア、こちらのキャラは対雑魚敵の戦闘を楽にしたい人、炎元素アタッカーはすでに持っていて水元素アタッカーに魅力を感じる人、星音武器の急増を持っている人、タルタリアが好きな人、ここら辺に当てはまる人はタルタリアを引いてあげるのがおすすめです。逆にフータオがおすすめな人の特徴としては、とにかく高い火力を出したい人、炎元素アタッカーを一人も育成してない人、回復キャラもしくはシールドキャラをすでに育成している人、ゴマの杖を狙うもしくは相性の良い星音武器をすでに持っている人、そしてフータオが好きな人、ここら辺に当てはまる人が多い人はフータオを引いてあげるのがおすすめです。ぜひ今回の動画を参考にしながら、次のガチャを引くのか、それともまた別のガチャを待つのかの参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。